と新しいの届いたんですけど、えこのあおこんなところに、あちょっとそこはこれからですよね。はい。あの銀座に向かうんですよ、ね。あ、今日銀座に向かいます。はい。失礼します。あ、新しいの届いたんですけど。あ、リノベートの新しいやつですか。あ、そうです。リノベートの新しいやつが。あ、なんだ。じゃあこのままやっちゃいます。そうですね。ちょっとこのまま開封してみましょうか。あ、開封しますか。はい。ではちょっと。じゃあ開封しよう。机の上でリノベートって書いてあります。あ、リノベートですね。はい。もう。本当だ、はい、届いた。よし、じゃあ今日、はい、ちなみに一番最初に届いたあの1本はなくなったんですか。あ、まだもうちょっと残ってる感じ。残ってる、ね、あ、まだ残ってる、はい、2本です、ね、2本、でもこの2本で、はい、7960円なんで。あ、2本で2本で1本、いくらかな1本、4000弱ぐらい。あ、そうですね、4000ぐらいです。で1本目の時は1980円だったけど、あー、そっか、2回目から上がるんですよ。やっぱり2回目からは倍ぐらいです、ね、なんか書いてありましたよね、そういう風に。なんか書いてありましたね。1本目は安いけど、その後は、まあ、普通の金額に戻りますみたいな感じで書いてました、書いてました。なるほど、ね、あ、それでまとめて2ヶ月分くるから、うん、8000近くになるってことですね。ってことですね。なるほど。はははは、はい、ちなみにあのあれからどれぐらい経ちましたかね。どれぐらいだ。もう1ヶ月ぐらい経ちましたよね。1ヶ月以上経ったぐらいだもんね。どれぐらい磨きました。1日1回はやってる。必ず、はい、やってます。やってて、はい、まだ1本なくならないぐらい。そうですね、うん、あ、でももうちょっとでなくなるんじゃないかなっていう感じでは、はい、手が悪い時があるんで、あで振って出して。じゃあやっぱり1ヶ月1本ぐらいですね。いろいろその味だったりとか磨き心地っていうのは、あ、そうですね、もう慣れました。慣れました。今はもうこれだけでやってます。はい、スースーしない。あんまりスースー感はもう感じなくなっちゃいます。そうか、あ、ないんですね。もう今はないですね。そうか、はい、あの時やってる液感が残るみたいな、はい、あ、それはでも残ってますね。あ、それ残ってる感じはしますね。やっぱり、はい、ちょっと一回調べてみます。そのどれぐらい変わったか。そうですね、1ヶ月ちょっとぐらい経って、はい、シェード当ててみようか。そうですね。じゃあやりますか。やりましょう。じゃあマスク取って。はい。トトロ。ああ、そうだ。お、こんなところにトトロがいますね。あ、どうしてた。伊賀さん、そういえばそうですね。歯にトトロ書いてあるんですよね。あ、そうそう、書いてます。こういうのもできるんですね、トトロ。セラミックスからこれ。そうそう、セラミックだと色を変えたりとか、うん、こういった絵を残すこともできるみたいな、うん、はい、C3、D3 で1回目の時は、あ、前回は、うん、D3、C3 みたいな感じで、これで、はい、当てようか。どうかな。もうちょっとここから見る感じ、うん、あんまあでもまあ1ヶ月ちょっとなんで。そうですね、なんかどうなんすかね。まあ変わってないかなっていう。1ヶ月ちょっとですか。1ヶ月ちょっと。あとは歯磨き、はい、こうの役割と口臭でしたっけ。あ、口臭。ああ、どう、口臭噛みたくないけど。俺口臭はちょっとあんまり改善されてないんじゃないかなと。改善されてない。はい、どうなんでしょう。これ書かなきゃダメですか。口臭は、はい、ちょっとあの奥さんに聞いておいてください。あ、わかりました。あ、そうですね。はい、それが一番いいかなと。わかりました、聞いておきます。変わったかな。最近今まで奥さんに何て言われたら、はい、臭いって言われてました。言われてた。言われてました。はい、それはちょっとショックだよね。やばいよ、やばいよ、やばいよ、今日なんかやばいよ。あ、俺もたまに感じるときは、今日やばいよって言う、はい、奥さんの方がでも頻度が高い。あ、そうなんだ。それだって一緒に石君が投げもな。今日やばいよ、やめといて、今日ちょっとやばいよ。今日やめといてっていうのは何もやめといてなの。あー、ちょっとそこはそこはちょっと、そこはちょっと、そこはちょっと、あ、
恥ずかしいから、ちょっと恥ずかしい、顔だけじゃない。ちょっと1個質問聞きたいことがあるんですけど、ホワイトニングするときって、うん、その最初に何万かかかるじゃないですか。その後ってお金かかるんですか？かかるから、ジェル買わなきゃいけない。ジェルって結構高いんですか？ホワイトニングジェル。そう、それもやっぱ病院によって違うし。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。あれも定期的に買わなきゃいけない。ああ、そうなんですね。じゃあそれは一緒ってことですか？それは一緒。はい。キープが必要ないと。歯磨き粉だったら、1本4000円ですか？はい。そうですよね。そう考えれば高いよ、めちゃめちゃ。確かに、うん、歯磨き粉として考えたら高いですね。4000の歯磨き粉も聞いたことないからね。使おうと思ったことない。いや聞いたことないです。だホワイトニングって書いてあるがために、はい、4000円っていう数字がそんなに高くないって思えちゃうね。ああ確かに、そういうところあります。ああそういうことか、うん、なんでちなみにホワイトニングの話を気になったんですか？あの自分の勝手なイメージだと思うんで、その1本で終わるっていうか白くなるもんなのかなって思う。ああホワイトニングが。そうですそうです。ホームホワイトニングが、はい、その歯医者行って、はい、そうですそうです。ホワイトニングトレーもらって、はい、ジェルもらって、それだけで終わる。それだけで終わるってなったら、そのかかったって、でこっちがそんな期間がかかるんだったら結局こっちの方が高くなっちゃうんじゃないかな。ああそういうことか。はい、ホームホワイトニングって、まあ、歯医者さんによっても違うと思うんですけど、はい、だいたい1万円から2万円とかそのくらいですか？ホームホワイトニングが一番初めにかかる金額は、はい、もう本当クリニックによって全然違う、1万から3万、4万あったりするから、はい、そこはまあそれぐらいかかって、はい、ホワイトニングジェルで、はい、じゃ あの1回で5000円からまあ1万円ぐらいの間でだいたい売られてるから、はい、だからメーカーによっても違うし。あ、そうなんですね。そうそうそう。あ、じゃあそれが2週間で使い切れちゃうとこもあるし、はい、その1ヶ月で使い切るのもあるしみたいな。なるほど。今その玉地さんがやったやつは2週間で1セットみたいなやつをやってるから、僕は、はい、一応全部の歯につけてやりましたけど、はい、2週間、うん、1日、はい、1回2時間をやって、うん、1本なくならなかったですよ。ああそうなんですね、はい、じゃあ開けちゃった後、うん、ね、うん、あのまた使っていいかどうかは分からないですけど、うん、冷蔵庫に入ってれば大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。あであれば、うん、またじゃあ例えば気になった時、うん、まあ、僕なんかコーヒー次飲むんで、うん、色ついて気になったなと思ったらまたその続き変えればいいから、そう、まあ、うん、その液体っていうか、うん、つけるジェルを何本買うかにもよりますけど、うん、まあそうですね、1本でワンセットは余裕でいけたかなっていう感じです、ね。はい、まあ、確かにそれ考えれば、はい、例えば1万円、2万円、5万5千円とか、はいはい、そんぐらいになったとしても、すごいこれを使って、はい、ね、時間がかかったら、まあ、確かにそうなんですよね、同じぐらいか、そうですね、はたまた高くなってしまう可能性も出てくるってことですよね。あっていうじゃないかなって思いました。そうだね、はい、確かにそうですね。なるほど。2ヶ月で8000するね。だってね、そう約だって、うん、約2ヶ月8000、うん、まあ検証次第ですねこれは。そうですね、うん、これでね、普段通りでその、はい、長い期間かかるかもしれないけど、はい、白くなるんだったらこっちの方が、そのなんだろう、普段の生活の中でできるホワイトニングだから。あ、そうです、うん、そうですね、手軽さって言ったらそうだいぶ手軽で。わかりました。じゃあ今後もはい、ちょっと引き続き、はい、歯磨き頑張っていただいて。わかりました。はい、はい、奥さんももしかしたら喜んでる。そうですね、 OK かもしれない。はい、そうですね。OK サインが毎日出るかもしれない。 OK 枕になってるかもしれない。 OK 枕OK 枕になってるありがとうございました。すいません、お仕事。はい、いえいえ、ありがとうございます。失礼しました。ということで、はい、五十嵐さんの、うん、リノベート検証、そうですね、引き続きやっていくことになりましたけども、そうですね、まあちょっとあれですね、今後も楽しみやっちゃう。楽しみですね。楽しみですね、本当に。どうなっていくのか。どうなんだろうな。 OK 枕になりますかね。交互期待ということで。交互期待ということで、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様。